はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。皆さん、ニャントスコーラの方は楽しめていますでしょうか？来ましたね。オービー&ダークニャン祝いの出現率チョアップということで、今回のイベントの鍵となるキャラ、正直今回オービーさえ取れれば、ワンチャンね、攻略できなくても正解かなと思います。それぐらい重要なキャラということで、しかも特攻もりもりなので、今回ね、これが取れるか取れないかが重要なところということで、早速ねガチャ回していきたいなと思います。確率見ていきましょうか。オービーは 1.2%、 地獄キュービー 0.1%、 そしてダークニャン祝い 1.6% ということで、僕はですねどれも持っていません。なので今日はごっそり引いちゃいましょう。この3体があればおそらく今回のねニャントスコーラ攻略できるんじゃないかと思います。さすがにですね何もなしはですね無謀ですということで、早めに出てほしい。もうほんと回収できないんでいきます。10連いきます。当たり前じゃないですか。最近これガチャが怖い。4500どうなんだろう。いつ狙うのがいいのか。追加を待つ。おお来たということで、短ポは1つ。こっからですね、なんとかオービー引ければワンチャンある。ほんと崖っぷちなんで、なんとかねランク UG のね地獄土蜘蛛はね引いたんですよ。初日に引きずり出したんですよ。なのでせっかく引けたんで、やっぱりスキルにも解放したいしね、ここまで来たらなんとかですね、あの裏マップのむっちゃ強いやつ倒して仲間にしたい。せっかくだからね、そのためにも早めに行きたい。この虹カプ頼むぜ。恐ろしいよね。ダークニャン祝いはね弱いんで、やっぱりここで今2個あるんで、ダークニャン祝いとオービー、もしくはオービー地獄キュービもありです。それが引ければね、もう今日はぐっすり寝れます。いきます。さあ止まれば新キャラお願いします。止まるねえちょっと待って。おっと、なんじゃこりゃ。ちょっと待って、無駄に運を使ってしまった感がある。いや無駄じゃないけどね、嬉しいけどね。いやでも違うんだよ。ここでこれ 0.3 度、ここでこれ使うんならオービー地獄キュービー等し、マジで言ってんの。ちょっと恐ろしい。ちょっと自分のガチャ運が怖くなってきましたちょっと待っていきます。さあ止まれば新キャラお願いします。これが引けるんなら引けるっしょ。まさかダブルでこの地獄土蜘蛛はないよね。嬉しいけどね。いきます。地獄土蜘蛛の出番がないっていうね。まずはニャントスコーラ攻略しないといけません。いきます。止まれ。おっ、止まった。高め来てくれお願いします。マジでお願いします。どっとこっちかい。ダークニャン祝いかい。守ってないんでいいんですけどもやばいね。マジでやべえ。ちょっとこれは祝ってほしいのか。当たり前です、祝ってくださいよ。しかしここで出るとはね。いやでも取っておくべきキャラなんでいいでしょう。あとはこのあと引きずり出せるかどうか、早めに引きずり出せるかどうか。ちょっとねやばくないですか。やばくないですか。さあ運が逃げないうちにいっちゃいましょう。一気にいっちゃいましょう。いややばいね。冷静なの。落ち着こう。もう頭がこう、頭に血が上ったらねやばいんですよ。冷静にいく、冷静に。お前が一番冷静じゃないぞ。やばい、月高。ちょっと今のさっきのあそこで 0.3 使うならオービーと地獄キュービーそれぞれ1体ずつ引きたい。そうすればなんとかなる。これでダークニャン引いたんで、ちょっとこれはイベント攻略の兆しが見えてきた。もう今回のイベントほぼ無理ゲーだと思ってましたけども、もしかするかもしれません。まだわかんないけどねまだ冷静に考えたら持ってるキャラで引いただけで何も、ダークニャンいたけどね、何もなんで、ここから、さあ、止まってほしい。おしょすとあブリーさん。さあ、早めにマジで、お願いします。怖い。さあ、おしょす。追加を待つべきか、11周年。妖怪ウォッチ大好きなんですよ。おっ、昇天してくれ、昇天。やばい、なんか、金貨プレス低くなってきた。やばいぞ。いやでもね今勝負に出るべき。いやーちょっと難しい。追加キャラ来てから引くってのもありだよね、冷静に考えるとね。いやでも今日はなんかサプライズあるかもしれません。流れは来てる。オービー1点に引けるっしょ。おっと止まれ止まれ、あー止まんねー、頼むぜ。もうランク譲りの地獄土子も引けてるんで、今がほんと踏ん張りどころっしょ。早めにお願いします。さあ11周年、お願いします。あっどうですか、やばい尽きたか、マジで言ってんのかマジで言ってんのか。ランク UZ の限界突破ありって言えばありだけど、でもそれもスキル2を解放してこそだよね。やばい、お願いします。赤カプ、サプライズで赤カプから来るのか来ないのか、お願いします。マジで来てほしい。やばい、久々のニャントスコーラ11周年のアニバーサリーイベントなんでしょ。やばい、もうほんとね、ニャントスコーラロボニャンがね夢に出てくるからね。しかもあのカラフルなロボニャン、動きがおかしい。おっと来たよ。さあ20カップ1つ、次はマジでお願いします。マジでなんかこの金カップと20カップ、さあここで引ければですね、まあ壁引きっていうかね、まあいい感じでしょう。できればオービーとキュービー両方行きたい。もう今回のイベントマジでね頭おかしいぐらいの難易度なんで、ニャントスコーラしかもパーフェクト取ろうがこのニャントス入れなくてもねあんま変わんないっていうか、ちょっとなんかよくわかんないんだよね。いきます。さあ止まってオービーキュービーお願いします。もうあとオービーキュービー確定だよね、他の持ってます。さあいきます。ふっ、あー止まんね。さあ止まればオービーキュービー確定、止まんなかったらやばいっす。ダブルセンター結構入ってんだ、他の持ってるよね、多分持ってます。いきます。うっ、あーマジか、微妙に技レベル上がるだけ一番やばいパターン。なんかどっかで見たね、このダブルゼータの祭りダブルゼータ祭り、ダークニャン祭り、やばい。お願いします。これはまさか追加待つべきか、銀カブ率低い。さあでもなんか今日なら引けそうな気がする、結構引けそう。もしくはワンチャンダークニャンだけでいける。いや無理っしょ、いくら課金しても無理っしょ、あの感じだとダメージがね全然出ません。なんか今回のってさ、なんか特攻スコアタ方式っていうかさ、特攻キャラ入れたからってよくわか、来たよ来たよ来たよ、お願いします。どう来たー、まさかのこっからオービー来たー。これはちょっとワンチャンあるんじゃない、まあまあな引きなんじゃない。さあオービーとダークニャンだけで攻略いけんのか、もしくは追加待つべきか。まあでもちょっとギリギリのところでかじりついたというかね、まだなんとか攻略の望みがあります。さあ君と共にあることが私に力を与えてくれる。今回オービーはね使えるキャラなんで、まあ、攻略云々置いといてもいいでしょう。必殺技が連発しやすいんで、これはちょっとね来たよ来たよ、勇ましい勇ましい、ほんと最近ね強いんすよね。さあこれはちょっとワンチャンありそう。まあ引きとしてはまあまあでしょう、ランクユーズも引いたしね。ということは初日引かなくてもよかったみたいな気はしますけども、まあいいでしょう。さあ皆さんはですね、今回何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。どうなんだろう、引きとしてはまあ神引きに近い感じかなと思います、総合するとね。さああとは攻略いけるかどうか、これやばいんだよなマジで。もうこの通常のダークニャン37回までいっちゃいました。しかしドンドロは6回ということで厳しい、マジで厳しい。頑張っていきます。それではイベント攻略やっていきます。さあなんとかキャラが揃ったんで、レベル7ドンドロ HP40万、えぐいっすね。さあ特攻がねどれぐらいの強さ出るのかということで、まだちょっと育成途中ですけどもやっていきたいなと思います。さあなんとか大馬が出ちゃったんで、もうこれは多少課金してもね行くしかないかなと思ってます。だからこの中途半端に出たのが良かったのか。いやでもなんとかね、ニャントスコーライベント攻略したいね。さあロボニャンの動きよーく見ていきます。この動きがねもう少し滑らかでモーションが分かりやすかったらいいんですけども、非常にカクカクなんですよね。特に最初の1体目がさ、むっちゃなんか動きがワープするんだけど、そういう仕様なのか。そしてだんだんこのカラフルねロボニャンがね一番動きが速さ変えてきやがって。さあこれでどれぐらいダメージが出るのか。さあニャントスコーラ飛び出して、どうだろう。74000か、微妙っすね。っていうか弱えな、弱えぞ。あとはミッションの発生具合、いやでも弱えな難易度激ムズじゃないか。ちょっとしっかり苦戦してねいった方がいいな。74000か、えぐいっすね。まだまだ上がるんでしょ。204ポイント。